こんにちは。こんばんは。今回は、ウプ主がネットで購入したものを紹介するぜ。おなじみのたまりにたまったネット購入品紹介ね。ああそうだぜ。今回は何なの？今回紹介するのは、リアルパッドソルジャーだぜ。あれ、これネット購入品紹介16の回で出てこなかったっけ？ああ似てるけどあっちはスーファミ用で、こっちはサンディオ用だぜ。ちなみにメガドラ用のカプコンパッドソルジャー MD というのもあるぜ。へえメガドラ用もあるのね。まあメガドラ用はファイティングパッドがあればあんまり必要ない気もするけどな。好みもあるだろうからメガドラでも使いたい人はいたんじゃない？確かにそうかもしれないな。でまあ今回はサンディオでスパニ X を快適に遊ぶために購入しておいたこれを分解、清掃して動作確認しようかと。そういえばサンディオ標準のコントローラーじゃスパニ X やりづらいって言ってたものね。ああ、なのでスティックか6ボタンパッドで安いのがないか探してたんだけど、スティックの方は安いのを見つけるのは難しそうなので、こっちを購入してみたんだぜ。じゃあこっちは結構安く買えたの？ああ、送料込みで約2000円だったぜ。いや結構高い気がするけど。この動画編集してる時点で Amazon の最安値が箱節なしで5083円だったから、これでも結構安く買えたと思うぜ。結構な高値で売られてるのね。まあ今回購入したものは安かった代わりに結構汚れてたけど、写真見る限りだと結構綺麗そうだけど。ああこれはもう外側だけ綺麗にしちゃったんだぜ。しまって奥にしてもそのままだとちょっとあれかなぁと。なるほどね。で使う前に一回分解して中も綺麗にしてから使おうと思ってたんだけど、面倒くさくて今まで放置してしまっていたんだぜ。いやウプ主やると決めたらやらずにはいられないタイプなんじゃないの？時と場合によるってことで。いい加減ね。まあ今回ちゃんとやるんだからいいじゃない。まあなんでもいいけどね。でこの間スーファミとスーファミのコントローラーを分解したので、やるなら分解モードになってる今だと思ってな。いや分解モードって何よ。まあとにかくウプ主が分解してクリーニングしてみたのでその様子を見ていくことにするぜ。ちなみに今回もかなりの素人作業なので、お見苦しい点が多々あるとは思いますがご了承いただけるとありがたいぜ。今回も特に調べないでやったの。いや今回は調べてみたんだけど、リアルパッドソルジャーの分解について書いてあるものは見つからなかったぜ。ギリスーファミ用のカプコンパッドソルジャーの分解について隠しネジがあるっていう一文を見つけられたくらいだったぜ。そもそもの情報が少ないのね。そのようだな。まあスーファミ用もサンディオ用も形はほとんど同じだから、スーファミ用について書いてあった一文を参考に分解してみたぜ。ではその様子がこちらだぜ。見えているネジはこことここと、あとここの3箇所だぜ。でさっき言った隠しネジがここにあるぜ。カバーはマイナスドライバーでちょっと持ち上げて、ペンチで引き抜けばスコット取れるらしいので、その方法でやってみるぜ。すでにマイナスドライバーをねじ込んだような跡がついてるわね。ああ、多分前の持ち主が外した時についた傷だろうな。ではまずは見えてるネジから外すぜ。特殊ドライバーとかじゃなくて普通のプラスドライバーで外れるぜ。ここは特に問題なさそうね。そうだな。で他の2つも同じように外したぜ。グリップの部分のネジは他の2つより短いみたいだな。でこの後隠しネジのカバーを外すんだけど、そこはまた静止画でお届けするぜ。また撮りながら作業する余裕がなかったのね。そういうことだぜ。でさっき見たおそらく前の持ち主がマイナスドライバーをねじ込んだであろう箇所に、同じくマイナスドライバーを差し込んでカバーを浮かせてペンチで引き抜いたぜ。おお、ちゃんと取れたのね。ああ、取れたのは良かったんだけど、本体とカバーに結構な傷がついてしまったぜ。うわ、だいぶギザギザになってるじゃない。ああ、全然スコットは取れなかったので、結構力入れて引っ張ったらこうなってしまったぜ。もしこの動画を見てリアルパッドソルジャーの分解をしようと思った人がいたら、隠しネジのカバーを外すときは十分注意してくれだぜ。ウプ主みたいに無理やり引っこ抜いて傷だらけになっても責任は取れないぜ。そうね。っていうかもっと他に良い方法ありそうな気もするしね。そうだな。ウプ主にはこの方法しか見つけられなかったけど、もしかしたらもっといい外し方があるかもしれないな。とりあえずだいぶ苦戦したけどなんとか隠しネジのカバーが外せたので、最後のネジを外したぜ。ここのネジも短いのね。そのようだな。これで全てのネジを外せたので、いよいよ中身とご対面だぜ。へえ中はこんな感じなのね。うん、大体思ってた通りかな。
次は基板を外すぜ。基板はプラスチックの棒みたいな部分にはまってるだけみたいだな。じゃあ基板は簡単に外せそうね。いや、これはかなりがっちりはまってるから簡単には外せそうにないな。ってことでまたここからは静止画でお届けするぜ。かなりきつめにはまっていた基板を恐る恐る外したらこんな感じだったぜ。基板はあんまり汚れてなさそうね。そうだな。ボタンと十字キーの方はこんな感じだぜ。結構ゴムパーツの部分に汚れが溜まっていたぜ。確かに、これは結構汚いわね。まあこの間のスーファミのコントローラーほどじゃないけどな。でこれらを一つ一つきれいに拭いていったぜ。おお、拭くだけで十分きれいになるわね。そうだな。でプラスチックのボタンと十字キーもきれいにしてこんな感じになったぜ。これだけきれいになってれば大丈夫そうね。次は本体カバーの溝に溜まった汚れを拭いていくぜ。ちなみに今回は除菌シートで拭いてるぜ。いつもみたいにエタノールで拭かなかったの。汚れの落ちにくいところはエタノールも使ってるんだけど、特に端子とか磨くわけじゃないし、大体は除菌シートで十分だったぜ。まあ結構水分を含んでるから、基板とか金属部分には使えないけど、プラスチックの部分は一気に拭けるからいいかなと。それにウプ主は普段よく使うコントローラーは大体除菌シートで拭いてるし。コントローラーって結構すぐ汚れるわよね。まあ直接触るものだから仕方ないぜ。で溝の部分を一通りきれいにしたら、次はボタンのはまっていた部分を拭いていくぜ。ここも結構汚れが溜まってるわね。そうだな。こんな感じで6箇所全部拭いていったぜ。表の本体カバーが拭き終わったら同様に裏のカバーも拭いていくぜ。やっぱり溝の部分は汚れが溜まりやすいわね。そうだな。バラせるものは定期的にバラして掃除した方が衛生的かもな。で一通り拭き終わったらこんな感じになったぜ。このくらいになってれば抵抗なく触れそうね。ああ、特別なことはしてないけどこれくらいになってれば十分だと思うぜ。あとはこれを分解したのと逆の手順で組み上げて完成だぜ。なんか早送りになってるわね。ああ、組み上げるところはちゃんと全部動画で撮影したので。せっかくだから全部見てみようと思ってな。最後は撮りながら作業する余裕があったのね。そういうことだぜ。組み上げるのは特に難しくなかったからな。本当は最初から最後まで動画で撮れたらいいんだけど、ちゃんと手順を覚えてスムーズに作業ができないとなかなかそれは難しそうだぜ。まあ確かに慣れないと難しそうよね。ウプ主も作業系の動画好きで結構見たりするんだけど、ああいうのってやっぱりかなり手順をちゃんと考えて撮影されてるんだなと、自分でやってみて実感することができたぜ。一見簡単そうに見えることでもやってみると難しいことって結構あるしね。そうだな。できる人ほど難しいことを簡単そうにやってみせるしな。ゲームのプレイ動画とかもそうだけど、見てると自分でもできそうな気がするんだけど、実際やってみると全然うまくいかないこととか多いからな。お、そうこう言ってるうちにもう組み上がりそうだな。そうね。難しくなかったって言ってた割には結構手間取ってたような気もするけど。まあな。もともとそんなに器用じゃないから仕方ないぜ。それもそうね。で組み上がったのでネジ止めして完成だぜ。ネジ止め部分は動画ないのね。ああ、ネジ止めしたところまで撮影したと思ったんだけど、なぜか映っていなかったぜ。相変わらずいい加減ね。あと引っこ抜いた時に傷だらけになってしまった隠しネジのカバーと、本体の部分も、目の細かいサンドペーパーとコンパウンドで磨いて、触っても痛くない程度にしておいたぜ。まあこれなら自分で使う分には問題なさそうだけど、なんかだいぶ穴が広がっちゃったわね。そうだな。まあ隠しネジのカバーが外しやすくなったので、メンテナンス性は上がったと思うからよしとするぜ。いいのかしら？まあ本当はあんまり良くないけど、どうせウプ主が自分で使うだけだからな。それもそうね。さてさてこれでクリーニングもできたことだし。サンディオをセットして動作確認をしていくぜ。ちなみに動作確認に使うソフトはもちろんスパニ X だぜ。まあこれを快適にプレイするために買ったわけだしね。ああ、これでさらに波動拳が打ちまくれるようになるのは間違いないぜ。波動拳、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 ヨガフレーム。いやいやなんかおかしなことになってるから。いくら波動拳打ちまくれるって言ってもこんなことにはならないでしょ。まあな。ではおふざけはこれくらいにして動作確認を始めていくぜ。
うん、とりあえずは動かせるな。壊れてなくてよかったわね。ああ、結構汚れてたのもあるけど。分解もちょっと雑になっちゃったから心配だったけど大丈夫そうだな。ではちょっとプレイしてみるぜ。スピードは1でいいかな。もちろん今回も U でやるぜ。また微妙なカラーになってるわね。そうだな。しかしサンディオーのスパニ X は、この頃の CD のゲームにしてはロードが短くていいな。確かにそうね。うん、ボタンの方も問題なくちゃんと効くな。波動拳も出しやすくていいぜ。なかなか使い心地良さそうね。そうだな。スーファミ用のパッドソルジャーよりも十字キーの入力がしやすい気がするぜ。スーファミ用とサンディオ用は大体同じ形だけど、十字キーの部分だけ形が違うので、うつ主的にはこっちの方が好みだな。ストロークもサンディオ用の方が深い気がするし。それは良かったわね。これは勝って大正解だったな。たとえスパニ X でしか使わなかったとしても、スパニ X がちゃんと遊べるようになっただけでも十分買った意味があるぜ。かなり気に入ったみたいね。ああ、コントローラーの大切さを改めて実感させられたぜ。決してサンディオ標準のコントローラーが悪いってわけじゃないんだけど、ストにあるにはちょっとボタンが少ないからな。まあそれでも PC エンジンの2ボタンパッドでプレイするのに比べればだいぶマシだとは思うけどな。確かに。まあとにかくサンディオのリアルパッドソルジャーは、無事動作確認することができたぜ。ちなみにこの後スパニ X を初めてクリアするまでプレイしたぜ。今まで一度も最後までやってなかったのね。ああ、サンディオ標準のコントローラーだとどうしてもベガまでたどり着くことができなかったぜ。単純にうつ主が下手すぎるだけなんじゃ。もちろんそれもあるけどな。レベルも初期設定のままで別に高難易度でプレイしてるわけじゃないし。まあそんな下手なうぷ主でもプレイしやすくなったことは間違いないぜ。それもそうね。というわけで今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.